ふうに思いましたね。いや、面白いです。レストランの掛け声って僕ね、日本では より考えさせられるというか、お客さんが来てるのにいらっしゃいませ言わないのはもうクレーム対象じゃないですか。でも海外に出ると別に掛け声はなくてもただこうアテンドするみたいな、うん、日本人からしてみると海外のレストランに入って掛け声いらっしゃいませがない、でもアテンダントが来て、でサーバーとかが来て席に案内してくれる。でも異国の国だからあんまりそこに掛け声別に求めないし、ね、いらっしゃいませとかごゆっくりどうぞとかそういうのもなくっていうのはありますけど、でも日本って日本人同士のなんかこう暗黙の空気ありますよね。何なんですかね。ね、だから僕もね、一回店でいらっしゃいませとありがとうございます。そうね、ありがとうございますは残したのか。いらっしゃいませをなくしたことがありましたね。なんかその、アメリカ行った時にすごいやっぱ影響を受けたんですよ。気持ちよさ。店一歩入った時の気持ちよさってあるじゃないですか。うん、でもそれは、本当今言ったいらっしゃいませっていう言葉ではなくて、ね、ゴージャスとかなんかそんな感じなんですけど、すごいフレンドリーに、わかる。ね、すごいニコニコして、もうそれだけでこう満たされるというか、この店に来てよかったな、まあメニューを見る前に感じる、ね、感じれましたしね。マニュアルができると心こもらないとかも言われますけど、でも本当に優秀なマニュアルってちゃんと心込められるようにできてるんですよね。そうだよね。そうやったりね。そうだよね。そうですよね。で、特に自分もやっぱりいろんなところでラーメンのイベントとかで呼ばれるじゃないですか。一流レストランみたいなところでもラーメンを作らせてもらうことがやっぱあるわけですけど、キッチンとホールの間のところにフードクリティクスっていうか、その有名なフリーライターの方たちのやっぱ顔写真とかがブワーって貼ってあって、うん、でこの人たちが来たらもう絶対キーマンみたいなのはあったのがすごい、ああ勉強になったっていうのはあるんですけど、でそれ以上に勉強になったのが、まずそのお客さんが入ってきた時にアテンドする一番初めの人はしっかりとお客さんの様相をチェックして褒めなさいと。あ、褒めなさいっていうマニュアルは結構深いなと思っていて、帽子がいいですねとか洋服がかっこいいですねなんていうのはマニュアルで決めれないじゃないですか。その人のそれぞれ違う、うん、マニュアルで細かく書けるのはそこまでで、そのマニュアルの言いたいことは多分お客さんが来た時にやっぱ気持ちよくお客さんの気持ちのセッティングをしましょうの一つなんですよね、多分。うん、深いですよね、本当ね。本当深い。入ってきて何も考えずにとにかく人の気配を感じていらっしゃいませっていう文化よりかは、全然一人一人のお客さんが気持ちよくできる可能性は高いです。本当だよな。だまあ一回そんなの経験もあってね、ちょっといらっしゃいませをやめたことがあったんですけど、茶部屋最後までやんなかったんだ。いらっしゃいませはなかったですね。ただ、うん、とか、まあ、その辺は知見的にいらっしゃいませっていうのはちょっとどうなんだというのでね、やめたことがありましたよね。海外で日本のレストランをやると、もうそのいらっしゃいませっていうのが単純にそのパフォーマンスというか、うん、はい、日本のレストランに来ましたみたいな部分での掛け声になるじゃないですか。うん、英語圏の人が日本語でいらっしゃいませ、じゃあ心込められるかって、なかなかね、日本人がウェルカムっていうところに心込められるかっていうのと同じなんで。そうですよね。うん、そこでまず重要のポイントが、要はお客さんを気持ちよくさせたいか、お店がちゃんとパフォーマンスをするかっていう、どっちかになってますよね、掛け声って。本当ですよね。で、今度、まあ、やる店っていうのは、まあ、いろいろな国の弟子たちが点在してるので、ね、研修とかもやるんでしょうけど、その目標としては自分の国の言葉でいらっしゃいませ言ってもいいじゃないのというね、ふうに思ってますよ。だからなんかこうグローバルじゃないですか、もう。そうですね。どうだって中国の人がいればニーハオでいいし、日本人に対してだって、まあそういう、私は覚えた日本語で言うよりは自分の国の言葉で、はっきり伝えた方が伝わるんじゃないかなと思って。それも間違いないと思いますよ。
ね、なんかそういうのを取り入れていってもいいのかなってちょっとね。面白い。これすごくね、もうどこ行ってもこの議論になるんですよ。あ、レストランの掛け声。例えばこれで文化の違いもあって、アメリカ人って喜び方ももうプロだから、その人の様相を褒めた時にありがとうってもうすごい自然に出てくるじゃないですか。そこって日本に当てはめるとどうかなっていうのは、で、うん、なんかわざとらしいというか、そうお客さん今日すごく帽子かっこいいですねとか言ったところで周りがそうそう、だからそういうのとか国を見ながらやんなくちゃいけないみたいなのがあるかもしれないですよね、うん、これからおそらく近い将来自分の店を出した時には、まあそういう形にしていきたいなっていうふうに思ってますね。うーん、どうですか、実際今日本でお店やられているじゃないですか、うん、昔のチャビア時代とはちょっとこう変えたりとかしてるんですか、こういう、マニュアルって言っちゃうとなんかちょっと変ですけど。いや、もう変な話遠隔じゃないですか、うん、で自分で立つ店がまあ今ないので全部が遠隔になっちゃってるんですけど、店をどうすれば綺麗に毎日営業できるかなというところがすごく難しくて、まあ変な話ですけど、例えばじゃあグランドオープンしますよと、うん、手元とかが優秀な人間や店長っていうのは僕は面上げは後でいいと思ってるんですよ。メンバーっていうのは結構動かないじゃないですか。でも全体が見渡せるので、あそこに立ってるとアルバイトとか初心者っていうのはすごく勉強になるんですね。3日ぐらい本当に朝から晩まで1時間やって1時間休憩して1時間やらせてっていう練習方法、面上げをテボでやらせてるんですけど、習得してもらう。店長とか仕事ができる人間は面上げをしちゃうと僕はもったいないと思ってるんです。なんだろう、遠隔の場合ですよね、まあ、なるべく経験値の浅い人がしっかりタイマー、その日に設定した秒数でその麺を茹でると、で湯切りをする。でこれを3日間ねやると結構大概できるようになるんですよね。 OJT とかで練習では一玉だけだけど、身内なんかのその OJT なんかで出すときに不特定多数のオーダーが入ってくるじゃないですか。だいたいそこでもう勘がいい子だったら、もうだいたいできるように、まあだいたい、まあ 80% くらい、まあできるようになるんですよね。あとはお客様の相手だったり、食材の管理だったり、仕込みとか、まあそういうところを結構ベテランの人とか、そういう人にお願いした方が、店全体的にこう落ち着くんですね。新人さんはネギずっと切ってるとか、結構ありますでしょ。そうすると、散らかっちゃうんですよね。どん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 ね。台湾でもどこの国でもそうなんですけど、未熟な人だけ、麺揚げの練習をひたすらやってもらって、麺揚げをまあ集中してやってもらう。で、スープ汲んだり、タレを入れたりっていう方が、同じ作業なんですけど、やっぱりほら、手元ってあるじゃないですか。そっちの方を伝える方が難しいんですよね。仕事を理解できてる子たちに、タレを計らせたりとか、スープを組ませたりとか、まあタイミングなんかもそうなんですけど、ただ、麺揚げの子っていうのは、その、間合いというのは、あまり気にしないでもいいんですね。で、ただそのスープを汲む人の指示を受けて、麺を茹でる。湯切りをしっかりする。で、それの、まあ、連続で味のブレがなくなるというか、特に大事なグランドオープンなんていうのは、やっぱそこら辺で結構いい結果っつったらおかしいですけど、バタバタしないですよね。はじめは、うん、大変ですよね。ラーメン店のスタートの時ってスタッフ見ながらじゃないとできないと、そのスタッフのキャラとかスタッフのスキルとかを見ながらじゃないとはできないですけど、でもそのキャスティングってすごい悩みますよね。悩みます。すごい悩んでて、で僕がいると必ず麺を上げちゃうんですけど、でも僕が麺を上げるんじゃなくて、じゃあタレを張る、油を張る、でスープを張るとか、で、そっちに回った方が全然効率が良かったりとかするんですね。これ、テボの利点ですよね。テボの利点というのもちょっと。テボを使っとくことで、時間が区切れるわけですよね。そうなんです。
いろいろラーメン屋さんって手を使ったりとか、うちなんかも平猿でとかってあるじゃないですか。うん、でも、その遠隔するところで、どこまで妥協しないでいくのかっていう、すごくそこのせめぎ合いってあって、言葉が通じない中で、ね、台湾とか、その中国なんかも、韓国もそうでしたけど、教えていくのに、僕が余裕を持って仕事に取り組める、そのスタンスというのが、やっぱりその、できれば一番新人さんに面上げをしてもらうってとこでしたね。そうすると、後ろの方でね、いろいろこう掃除したりとか、整理したりとか、在庫管理だったりとか、そっちの方で店のレベルがちょっとこう上がるんですよね。レベルが上がるっていうのかな。うん、なんか、まあいろんなやり方ありますけど、券売機ってすごい便利だし、嘘つかないじゃないですか。B 級グルメのエンターテインメントで、まずその食券機の話は上がりますよね。